ちょっとまごまごしてますね。ちょっと待って、ちょっと待ったって、ごめんなさいね。じゃあ私あれがあれしてないんだよ。はい、どうぞ。リスペクトボーマンティックフェスへようこそ。いやハフパフバーン、バーン。はい、まごまごタイムでございます。何をしとるかというとですね、ちょっといろいろ、ありましてですね、ちょっと今、我々が見るためのコメントを見るための、日本おかしいよね。うん、コメントを見る順というわけで、改めまして、こんばんは。マミ。おしきです。マイチューです。マイチューです。マイチューまだちょっとまごまごしますまだまごまごしとんのか、お前は。びっくりした。もう何をまごまごしとるんですかこっちは準備 OK ですよ。ちゃうやろ、ちゃんと気づいてたからいろんな通知ができひんかしたんでしょ。んでやねん、なんで怒られるのあかんねん。喧嘩すんなや、お前ら喧嘩すんなや。すみません、すみません、はい、なんかね、今日はこんな感じです。ありがとうございます。2週間ぶりにタナチューが来てくれたということでね、これまでにナイスパンで来ていただけたという、なんと今月2回来てくれる、ね、2回やる予定ですよ。はい、で、うん、完璧ですよね。イエー。というわけで3度目のこんばんは。こんばんは。はい、今月は、夏の曲をたくさんやろうというやろう。ただまあ結構タナチューとやってる時に結構鳥の歌だったりとか ね、うん、あとちょもうちょっと前だったらノスタルジックオンポールとかあの辺の曲もやってたんで、ちょっとまあ夏っぽい曲はね、この間夏祭りもやったしね。なんか書いてるよ。ん？匿名でコメントん？で投稿する解除どう変わります？何も変わってないですけどね。動画見よう。夏色ってなんだっけ？ユズだね。駐車場でね、こう首をしながら。駐車場でじゃなかった。やめたろ。駐車場の猫、あの曲、ね、駐車場の猫はやろ。レッサンこんばんは。レッサンこんばんはです。で駐車場の猫は首をしながらやろ。そうやったっけ。うん、さあどっちが正しいんだい。そもそも歌詞出てけんし、なんでだよ。聞いてほしい。ほら駐車場の猫だってよ。あ、僕が悪いですか。うん、あ、僕が悪いですか。謝ればいいですか。そうそう、悪いでしょ。そんな芸人さんいたよね。いましたね。いけますか。あれ、そもそもなんかいきなりそんな感じで。ちょオープニング曲は決まってるんで、なんかね、夏色で大丈夫ですか。なんかタナチューさん言われてますよ。私褒められてますよ。いや、ありがとうございます。タナチューさん、ポニーテール夏らしくて可愛い。タナチュー可愛い。あ、もうそれ鉄板ね。鉄板でしょ。そう、最近ね、やっと髪の毛が伸びてきたからね。素晴らしい。いろいろできるようになってきまして。女の子のロン、なんていうの、 長髪、うん、ロングヘア、ロングヘアいいよね。いいですよね、ロングヘアが出てきてるって。あー、もうダメだ。わしゃもうダメだ。駐車場の猫は首をしながら、ちょっと出てきたんやけど、もうざっくりやった。ちょっとやった。
まあ即興でやったらこんな感じですよ。そんな感じです。で多分ね、言われたらなんとなくはできるんじゃないですかっていう。あ、そうですね。そんな感じですね。いいですね、ハーモニー。いやー、まだまだ今のはまだまだね、ハーモニーのハーぐらいしかできてない。ぐらい。今のなんか動画でこれ返すと。今ちょっと冷めた顔してたわ、ごめんごめん。ああもう大丈夫、それ抜くからこの。また俺をそんな目で見る的な。耳かいてたわ。うわー、怖い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 。いやーもうなんか人がいると楽しいわ。どうみんな夏してる？どうすか夏、今年の夏。今年の夏。エンドレスサーマー、どうすか。そうですね。何今日？こんちゃーす、こんちゃーす。こんちゃーす。夏してる？今日何やろ？ん？恋。恋。絡み方が。絡み方恋。すごい絡まってくる。絡まってくる。うん。とろろ昆布ぐらい。うん。納豆ぐらい。これがもうダメだ。納豆ぐらい。夏してるらしいっすよ。お、いいですね。今年ね。はい。僕ね、はい、例年以上に夏を満喫してますね。僕はそもそもね、夏が嫌いでですね、はい、もうどこにも行きたくない、引きこもっていたい、何もしたくない豊かなんですけど、浮かれバスクリーン、浮かれば、そうですよ、もうね、このバスクリーンでさえほらもうこの美しいビーチが広がっておりますけどもね、うん、こういうところに選手行ってまいりましてですね、しかもほぼほぼタダで出まいりました。暑いから。そうそう、暑くてですね、僕汗をかくことが好きなんですけど、嫌いなんですよ。わかるかな？わからんと思うけど、うん、言いたいことは、うん、まあ何しかその久しぶりにもう10年20年ぶりぐらいに海水浴に行きまして、僕海嫌いなんですよ、はいはいはい、海を眺めるのは好きなんですけどね、はい、眺めるのは好きなんですけど、もうしょっぱいし、目に入ったら痛いし、なんか傷だらけになるし、海行ったら。うん、わかる気がするよ。そうやろ、うん、で、まあ、昔のバンドメンバーの子と一緒に行って、うん、はいはい、そのバンドメンバーの子の親戚のお家にちょっとお邪魔させてもらったけど、はいはい、まあ、ちっちゃなお子様たちが 3,4 人いらっしゃってですね、まあ、その子たちの子守も兼ねてちょっと海水浴に行ったんですけどね、はいはい、いやー、4歳、5歳、6歳かな、行ったのがね、子供のパワーとはもう恐ろしい、無限ですからね、無限ですね。ではありがたいことにね、その お子たちにも好かれましてですね、うん、お子たちにもね、おばあちゃんがもう帰るでっていう中、俺も含めて、いやもうちょっとっていう4人で最後まではしゃぎまくるっていう。いい思い出。そうなんですよ、花火を見たし、ネットコーター、こんばんは、ヤッホー。お二人の怪談話聞きたいっす。怪談話ですか。怪談話はね、ないっすけど、うん、怪談っぽくすることはできると思うんですよ。どうぞ。いや、わかんないっすけど、ね、わかんないの。いただ、ちょっと怖いなって思ったことちょっとあって、はいはい、別に何も怖くないっすよ。でっていう、何のオチもないし、もう滑るの分かってるからあんまり言いたくないですけど、うん、僕の職場の1階がね、大阪の、まあその詳しい話いいや、居酒屋なんですよ、はい、居酒屋でランチやってるんですね。で、ランチのメニューの下に、この日とこの日、まあ今日定食頼んだ方は生卵をプレゼントみたいにつけますよ、うんうん、生卵がつきますっていう、うん、でもう生卵ってふと見た時に、うん、これあの日のってつけたらどうなるのかなと思って、は？あの日の生卵つけますどの日の生卵なの？怖くないですか、うん、え、いつのっていう、あ、え、それ空想で思っただけなの？そうです。なんも怖くないやん。そうでしょ。ただ10日ぐらい前のやつやったら食ったらどうなんで、わ、怖えってなって、しょうもないって。そうでしょ。だから言うたらしょうもないってしょうもないって前置きしましたやんいいこと教えてあげようか。俺はこの話、明日 YouTube に編集するけど、あ、涼しくなったってよかった。俺暑いからね。これをね、また明日僕朝から YouTube の編集するんですよ、はい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 、今のくだりは全部切るから。入れろよ入れろよ。だっておかしいだろ。だってじゃないよ、もう時間ないよ10時超えて1曲もしてないよ。生卵は殻を割ってからが怖いんだよ。どういうこと。しょっぱいやん。なんか、はい、よし、行こう。すいませんね、もうなんだかな。
ちゃんとあの今日やる予定の曲は1曲も弾いてないので。そうですね。はい。で、1曲目、まずあの、ハーティング・クライシスのサマーエモーション。まあ、これはもう8月は毎回1曲目をこれやるということで、うん、まさかあの、ここで初見さんが、どうも、はじめまして、トシギと申します。トシギと申します。あの、2人でやってるわけじゃないんですけど、普段は僕だけなんですけどね、たまたま。で、あの、基本、ファナティック・クライシスと石崎勤さんのカバーばっかりやってるんですけども、まあ、たまにはちょっと違うアーティストさんの曲やったりとか、で、今日はですね、あの、ちょっと夏の曲をたくさんやろうぜということで。どうもよろしくお願いいたします。ね、なるべく反映的によろしくしていただけると、はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。から割ってから時間経ったらまた卵わさりが込めされる。まあ、それはね、それは確かにそうでしょ。それはね、うん。気をつけましょう。あの、ごめんな、俺のせいであなたまで怪我をさせてしまった。僕がこんなことを言いさなければ。じゃあ、真面目に歌いたいと思います。はい、そうですね。初見さんが多いですね。なんか多分ポカリとカモミールに惹かれてやってきたんでしょうね。そうなんですかね。あの表紙抜けだったらごめんなさいね。いきまーす。
というわけでサマーエモーションでした、はい、ありがとうございます。懐かしい。いやいやいや、髪切ったってどういうことやろね。でも初見さんがいきなり髪切ったってことは知ってんのっていう、知ってる人なのみたいな、わからない、わからないですけどね。まあまずはこのね、ちょっとすいませんね、喉夏感を楽しんでいただけたかなということで、はい、よし、では続きましてですね、うん、で嘘でしょ、10時10分って。そうなんです、もう全然あれなんですよ。あ、なるほど、タモリさんやった。あ、トシキが消えた。なんか、お帰り、大丈夫、ポニーテール、タナチュウさん、ポニーテールです。ごめんごめん、なんか今日ほんまに絡みづらくて、ね、なんでしょうね、なんか、いや、違うんですよ、帰ってきたよ、ありがとうございます、イエーイ、いや、なんかね、そのお盆じゃないですか、はい、別に平日じゃないですか、別にね。で、ただお盆って去年もそうやったんですけど、さっきもちょっと話してたんですけど、この時期ってニコニコやってもほんと人来なくて、今年すごい不安だったわけですよ、はい、それがどうですか、もうこんなに、うん、こんなにいっぱい来ていただいてね、本当にもう本当に本当にもうありがとうございます、なんか皆様のおかげでございます。いや、なんかね、無事にこうタナチュウとやる枠も受け入れていただけたということでですね、いつにも増して神々しい、あら、神ってる、神、神かよ、もうええ。ということでね、はい、曲に行きたいと思います。そうですね、ささっと行きましょう。まあ夏っぽいかどうかは定かじゃないですけど、はい、まあちょっと暑い曲ということでですね、あのちょっとツイッターの方でリクをいただきまして、はい、タナチュウとこれをやったら楽しいんじゃないかっていうことをちょっとおっしゃって、二人でポニーテールしておーつける、なるほど。ちょっとじゃ あ, あのウィッグかなんかをね、こう持ってきてもらって、なんでやねん、おっと、はい、見てるよ、僕はあなたを見てる、怖い。主張すると涼しくなるやつがおすすめのわけです。いやー、なんでしょうね、終わってもらってな、ちょっとこれはい、もういいかしら。じゃあ、陰陽座の甲賀日報帳をやってみたいと思います。はい、リクエストありがとうございます、ありがとうございます。では
伸びしろしかないんだよ人生って知ってる？そうですね知ってる？腹立つ腹立ちました今知ってる？今腹立ちました私ねえガラリもないことをねえガラリもないことをね本当にもう何やろうかさてさてどれですかどれ行きますか田中ありがとうだっていやいやいやありがとうございますいやいや歌わせていただきました本当に皆様のおかげでありがとうございます先にどっちやりますか、うん、熱くなれるとメガネ変えたいや一緒っすよメガネは一緒っすよ多分ちょっと今日いろいろなんかねポテンシャルというかテンションというかタナチューうまいありがとうございます知ってる知ってるこれ立つこれ立つ使おうこれ熱くなれとかやってきますかはいそうですねそっちにしますか熱くなれやってビラウドやってそうですねはいですね、はい、ということで大黒摩季さんのそうですね夏といえば大黒摩季だろうということでまずは熱くなれ熱くなろうじゃないか熱くなろうとこれ以上熱くなったらもう2人とも燃えるかもしれない痩せ細ってもあそっち、ね、よしごめん、いえ、なんかごめん。夏といえば、なんかそうでしょあ、かわいいんだ。あいつだな。あいつなのか。うん、多分昨日私とコラボをボカロ曲をコラボして、一緒に歌わせてもらった。あ、なるほど。あの方だろうと信じて。お式がお世話になりまして、ありがとうございます。ありがとうございます。この靴はお世話になりましたやれ行きましょうでは、聴いてくださいよし、行きましょう Here we go, here we go, here we go Fly away, do it, do it, do it Change it, here we go
黙っちゃうかもしれないですけど、あ、今日こいつダメだわと思ってくれたら今日あれですもんね、なんかね、うん、いかんね、 ねちゃんとコンディションを整えてきたつもりだったんですけど、気温変わりましたしね、くそー、まあ、あの、できうる限りのできできることです、この子はできる子なんです、さあ持ち上げないで持ち上げないでやればできる子なんです、歌詞隠れてるよじゃあ、まあ、夏曲、これもあの割と日本を代表していいんじゃないだろうかと僕は勝手に思ってるんですけど、グレーのビーラブドという曲を、やりたいと思います。まあ、この曲はあのカムクロ時代にも ね、 そうですね、何とかやらせてライブでもやらせてもらってるんでね、はい、あの現地にいた人ももしかしたらいるかもしれないので、ね、その時の感じもね、はい、思い出していただければ、最悪裏声に使っていただいて、そうですね、あの多分みんな知ってると思うんで、もう僕がダメだった時もみんなが歌ってくれてると僕は勝手に信じてます、はい、でははい、I'm not afraid to die.
ボケて大根かなとなっちゃう。一人の時はしないんでしょ。全然しないですね。なんなんでしょうね。あのこのパワーが違うんでしょうね。私のパワー、はい、やっぱ誰かいるとね違うんです。もう何回も言ってるけどね。そうですね、はい、やっぱりあのちょっと今日なんか仕事の合間でねちょっと YouTube 編集ちょこちょこしてたんで多少見返すじゃないですか、うんうんうん、暗いな一人な。いや、暗いんじゃないんでしょ。気取ってるんでしょ。じゃあ、あの、クールを気取ってるんでしょ。ちょっと、黙れ。じゃあ、あの、ずっとここを、チュン、チュンっていう、この、わかる？あの、心臓のチュン、チュンみたいな、あ、はいはい、あんな感じになって、こうがないんですよ。はいはいはい。チュンチュンって。ずっと行って、みたいな。なるほど。曲の時だけ、ウィーンって言って、ストーン。よくない。よく行くないですかね。よくない。ダメですかね。そうです。もっとボケていかんと。怖い。何の師匠なんですか。はい。じゃあやっとまあなんとか巻き巻きでここまで戻ってこれましたけど。73の今日口悪を聞くの。あら聞かれていました。きっとね編集でもその辺ねちゃんと。その辺ね。パッて出してくると思うんですけど。なんかテンション低いですね。そうなんです。いや違うんですよ。違うんですよ。前半高かったんですよね。自分の出来が悪い。ちゃうでしょ。切り替えんとダメでしょ。よーし。よーし。下手くそか。切り替えたくそか。本当にあのみんな知ったの長い人は知ってると思う。僕がどんだけ歌弱いかを知ってます。今もうだってその B ラブド終わるまでには書いてない汗をかいてる。冷や汗ってやつですかね。そういうことですね。これはいかんぞっていう、うん、じゃない、そういうことやぞ。あ、そういうとこやぞ。そういうとこやぞ。もう日本語読めてない。ダメだ。よしダメだぞ。ねえなって言って、もう今日ね、32名も来てくださったわけですよ。ただ中豪華も相まって、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。言って、だってほら、お盆休みですよ。そうなんの一番みんながダラッとする時間帯ですよ。この、一番、なんていうんですか、そのね、帰省されてる方はあのゴールデンタイムでこうね、一家団らんされてる時間帯じゃないですか。それを最低今ここに見に来ていただいているこの圧倒的感謝なのに、このありがとうございます。はい、タナチ、はい、タナチ目線ください。タナチ目線ください。はい、目線来ました。どうですかね、これでいいかな。キラーン、キラーン。かわいい。ちょっと今、どうしようかな、もうやめとき。はい、戻ってきました。
そう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 そもう来とるけど来とるけど ね、ちなみにこの歌の主人公にも僕にも夏は来ない。おお、
した。高いんだよ。高いんだよ。耳元でわめくんじゃねえやい。高かったんだよ。知ってるよ。声や言うてもらってるから。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、買ったら買った方がいいんかな。そうですね。この曲はね。勝つか。もう遅いよ。よーし。もう遅いよ。もう遅いって。見切れてるし。ね、見切れてるし。見切れとこ。あ、一時期そんなんあったしね。あ、そうですね。そうですね。三人でやってる時、僕はもうこの辺で天の声ぐらいの。天の声ぐらいね。おはようございますでのね。あ、懐かしいですね。うん、ね、こんな感じで。はい。あ、じゃあもう今日もこんな感じでいきますか。頑張ってるけど、頑張ってるのはもう全然見えへんけども。ミキレ君言われて。ミキレ君。ミキレ君、ミキレとミキレ君にならへんから。ミキレ。これぐらいですかね。あ、そうですね。イエーイ。ピースできます。イエーイ。もうダメだ。ミキレるみんなに。いやー、ミキレ。誰がミキレメガネやねん。なんか調子悪い言われてるし、もうバレてるやん。私でしょ。私です。いや、僕そうです。僕なんですか。僕なんですよ。なんかほら、なんか調子悪そうですね。どうしました。これ僕のことでしょ。うん、あれですかね。なんかそういう被害妄想に駆られてるんですかね、僕は自分で。いやー、怖いな。ミズパレタ。ありがとうございます。所定の位置にいてくれないと。メガネだけ映す。俺の所定の位置って。どこやろ。まあ。僕の所定の位置は、まあまあ、皆さんの心の中とか。ちょっと分かんない。あ、ちょ、まあまあまあ、ちょっとまあ。ダメだ、今日はもうダメだ、もうダメだ。もうダメだ、イエーイ。ダメだ、イエーイ。もうダメだ、イエーイ。ダメだ、イエーイ。よく分からへんよ。いや、もうよく分からん、イエーイ。はぁ、これだ。壊れた、いつものことですね。壊れたよ。疲れたよ。疲れたよ。ぐれぐれメガネ。いっぱいメガネできた。いっぱいメガネ。僕の体はメガネなんですかね。そうです。メガネが本体は前からですからね。そんなコーナーで、今週も、あれですかね。終わりです。そうなんです。はーい。何やったっけ、今日っていうぐらい。はい、きっと家帰ったらメソメソしちゃうんだ。枕いっぱい濡らしちゃうんだ。いや、多分ね、そんなことはないんですよ。あら、多分、今日の悔しさをこうバネにどうしたらいいかなっていうことを考えた結果、メソメソする。メソメソするんや。なんで否定したするんやんか。ダメだ。さあさあ、ラストの曲ですよ。最後ぐらいはね、バシッと最後くらい出たからな。もう全部バシッと決めろよ、もう。いや、決まってた。そうですね、今日は火曜日やから。あ、そうです、そうですね。だってもう平日ですから。そうです、わしら仕事してましたから。仕事してましたから。言い訳すな。お盆やけど仕事してましたから。笑顔でってことでね。はい、でね、行きたいと思いますよね。口角を上げてね、僕ふっとセロハンテープもらってるから。そうですね、キーンってね。顔出せ顔出せ顔出せやろう。はい、ということで今日もありがとうございました。メガネ外しましょうか。歯を閉じろって言われて。歯を閉じろ。ごめん、たくさん。歯閉じる、口閉じるじゃないの。いや、これ上げ足とね、お客さんに失礼。いきます。ごめん、こらえた、ごめんなさい。Thank you.
ちょっと感想のとこは結構あれですよね。で後半ちょっといっぱいいっぱいになって、そうですね、あれがあれでしたけど、いやあれがあれでした。なんか今日は本当に丸メガネはとしきのやつやな。としきの丸メガネ持ってますか、としきさん。としきさん楽しい、ありがとう、ありがとうございます。じゃあこそ皆さんも本当お忙しい時間を割いて見ていただいてありがとうございます。いっぱいいっぱいいっぱいやってくれてありがとうございます。姉さんのコーラスが素敵すぎた。あ、ありがとうございます。素晴らしい、もう何度もさせていただいて、あったほんまに最高や目線くださいって、目線ください、目線くださいって言われて、あの恥ずかしいんで、ちょっとまああのチーチーだチーって言ってさ、チーやって流し目ください。流し目って何、チーぐらいの感じじゃないですか。チーぐらい、おこらわかんない、わかんない、見ないでください。はい、どうぞ。もう分かれへん。分かれへん。タナチュウくん、ありがとうございます。タナチュウかわいい。あのね、ほんと最近、タナチュウとやってると、やらなきゃいけないお知らせが何一つできないっていう終わっていくんですよね。いや、まだいけるから。いける、まだピカピカしてない。そう、してない、してない。ライブがあるじゃないですか、うちら。ライブがあるんですよ。先々週のニコ生でも、何にも触れずに終わってもらったから。そうですね。今日こそは言わない。今日こそはね、言わないといけない。うん、で前回の自分一人でやってる時もあんま言えてないって、ね。はい。ライブするんすよ、我々。ライブするんすよ、我々。ちょこちょこ、まだ完全にね、大っぴらにはやってないんですけど、宣伝みたいなのは。11月11日にですね、大阪市、ケントデリカットください。古いわ。ネタが古いわ。ケントデリカット分かる人おるか、この中に。おるやろ。90年代だと分かるのかな、うん、きっとおるやろ。僕もあんまりおぼろげでしかないですけどね。
何だったっけ。そうだから11月11日ポッキー&プリッツの日、ポッキー&プリッツの日にですね。あ、ピカピカしちゃったよ。もうちょっと待ってください。まだいける、まだいける。はい、上本町、はい、スターライブ U6 というライブハウスでですね、僕は1年ぶり、田中は多分2年半ぶりぐらい、ワンマンライブをやることになりました。ずっと今までここ 2,3 年ね、アコースティックでライブしてたんですけど、今回久々にバンド編成でやらせてもらうということで、僕はアコギ持ってやるんですけどね。で、お客さんはもう座ってこうお酒を飲みながらね、ちょっと優雅なカランとしながらね見ていただくっていう、そんな感じの、普段ニコ生でやってる感じをちょっとおしゃれにした上でちょっと生でやるねっていう感じで、でまたちょっとチケット代とかの話をほんまはしたかったんですけど、もう出なさいが出たの で、ね、まあ次回、まあ今月中ね、あとまた月末に短所来てくれるんで、はい、ますので、まあその時にでもね、またお話できたらと思いますので、でチケットの予約等々も今月中にもろもろ発表して、はい、もう9月ぐらいからはもうここ見てる人はみんな来るっていうことで強制参加ということで、ありがとうございます。じゃあ今日は本当にあっという間の1時間でした。はい、お楽しみいただけたのならば嬉しいです。嬉しいです。また、来週は僕また一人で、19日日曜日ですね、10時からまた入れますのでよろしくお願いします。で、ただしはその翌週25日にまた来ていただきますので、ますお楽しみにしててください。みんな、はい、また待っててください。待っててください。今月あと2回ね、夏曲たっぷりやっていきますの で、またお楽しみにしててください。ではありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。あ、最後としきさんの流し指じゃんそれ。流し指。バイバーイ。バイバーイ。お疲れ様でした。